グリゴリー・ポターニン、グリゴリー・ニコラエビチ・ポターニン、1835年10月4日から1920年6月30日は、ロシアの民族学者、探検家、政治活動家。1835年10月4日、ロシア帝国のイルティシュガシに位置するで、ポターニンは、コサック・カザークの将校の家に生まれる。ポターニンが5歳の時、彼の父親は、 上官との衝突が原因で一時的に投獄され、兵卒に降格される。裁判にあたって一家は、多額の財産を失い、彼の母は、父が収監されている時に病死する。このため、ポターニンは、親戚の家を転々とする生活を送った。ヤムイシェフスカや村に住んでいた将校、エリゼンは落泊したポターニン一家に同情し、ポターニンに熱い保護を与えた。ポターニンは、 エリゼン夫人の影響を受け、後年に自分に学問と文学への関心を与えた、夫人を精神的母親と呼んだ。エリゼン夫人に感化されたポターニンは、ニコライゴーゴリの作品を読みふけり、8歳の時には、ロビンソン・クルーソーを読破した。1846年、ポターニンは、オムスクの陸軍幼年学校に入る。士官学校時代、ポター人は、 マダガスカル島への旅行に憧れていた。また、士官学校時代の同級生には、後に、中央アジア探検家として活躍する、女官ワリハーノフがいた。1852年に、ポターニンは、士官学校を卒業、ホルンジー、コサック軍特有の階級。将尉に相当するに乗せられて、セミパラチンスクのコサック軍第8連隊に、配属された。 1853年春に、アラタウ山脈六のカパールまでのおよそ7 0 0トルに及ぶ距離を行軍し、翌1854年にアルマトイの建設に参加する。ポターニンは、カパールからイリボンチの都市クルジャまで、クルジャに設置されている、ロシア領事館の職員に支払う報給を輸送する任務を与えられ、クルジャに到着したポターニンは、町の異国的風景心を打たれる。 ポターニンは21歳の時から、オムスクのコサック軍団本部に勤務し、軍務の傍らで、オムスクに保管されている、古文書を整理し、シベリア、コサックの歴史を調べ上げていた。また、私学以外に、植物標本の作成にも、熱意を示した。1856年6月、シベリア探検に向かう探検家、地理学者のは、オムスクに立ち寄り、ポターニンは、セミオノフの地記となる。 ポターニンが学問に見せる強い情熱に感心した、セミオーノフは首都のペテルブルク大学への入学を約束した。1858年にポターニンは病気を理由に除隊を願いで、彼の申し出は受理される。ポターニンは脱腸を口実にし、乗馬ができなくなったため、除隊を願い出たと言われている。軍籍から抜けた後、ポターニンはペテルブルクに行く資金を得るため、 トムスクの親族のもとに向かった。トムスクでポターニンは流刑中のミハイル・バクーニンを紹介され、バクーニンとの出会いは彼の人生を大きく変えることになる。バクーニンはペテルブルクに住む自分の妹たちとモスクワのジャーナリストであるかと交付にあてて、ポターニンを紹介する手紙を書ペテルブルクへの移動を手配した。1859年夏にポター人はペテルブルクに到着し、 バクーニンの妹たちのもとを訪れる。バクーニンの妹の一人プラスコービアは、ペテルブルク大学の法学部教カベーリンに推薦状を書き、同年秋に、ポターニンはペテルブルク大学理学部自然史学科に、聴高生として入学する。ポターニンが入学した後もカベーリンは、彼の世話を焼き、ポターニンは、生活に困窮した時にたびたび、カベーリンから援助を受ける。ポターは、 友人のと一つの部屋を借りて共同で使用していたが、売れるものはほとんど売り払ったため、一枚残ったズボンすらも共用するはめになった。ウクライナ出身の歴史家コストマーロフの講義に、ポターニンは強い興味を覚え、後年のシベリアの分離独立の着想を得たと考えられている。1861年9月から10月にかけて、ペテルブルク各地の大学で起きた、 学生運動に参加したため、ポターニンは逮捕される。参加の動機に深い政治的な意図がないと判断されて、12月7日に、ポターニンは釈放されたが大学は閉鎖され、ポターニンはオムスクに帰郷した。シベリアに戻ったポターニンは、セミオノフの圧戦によって1862年4月2の研究員に採用され、同年夏に、ウラル地方の学術調査に参加する。 翌1863年に財産湖と東ダルバガタイ山脈に向かうストルーベの探検隊に通訳として参加し、この地域への調査は後年の中央アジア研究の第一歩となった。期間後にポターニンは統計委員会初期農民問題委員に任命され、日曜学校、読書会などを通した文字の教育に携わった。その後ポターニンはストルーベに仲介を頼んで、 統計委員会初期の職人期、1864年秋にトムスクに移住する。ポターニンにとって、トムスク県統計委員会初期は給料を得られるだけで、なく、現地の自然と住民の研究、植物、昆虫の採集も行える、理想的な役職だった。同じくトムスクに住むことになったヤドリンツェフと共に、ポターニンはトムスクで発行された新聞。 トムスク県通報に論説を発表した。ポターニンはシベリアとロシア本土の間にある植民地的な格差を憂いてヤドリンツェフらと議論を交わしたが、ロシア政府にはポターニンと仲間たちは急進的な分離主義者に移り、ポターニンたちに監視の目が向けられるようになる。1865年5月27日にポターニンは仲間のヤドリンツェフ。 コロソフと共に逮捕される。ポターニンらの活動は政府から警戒され、また逮捕の一週間前に発見されたシベリア独立宣言文の起草者だと疑われていた。ポターニンは軍の監獄に移され、週間中も学術研究を続けた。オムスクの監獄に三年間収容された後、1868年にヘルシンキ沖のスベアボルグ島に移送される。 1871年12月に、ポターニンは、ローから出され、ボログダ県のトティマー、ついでに流された。流刑先のニコリスクで、ポターニンは、友人のの妹に訪れた彼の妹アレクサンドラと出会い、彼女と文通を始める。刑期を終えた後、ポターニンは、アレクサンドラと結婚する。後年行った、探検調査での資料の収集にあたって、アレクサンドラは、 持ち前の語学力を活かして、ポターニンを助けることになる。1873年には、ボログダ県の調査研究の功績を評価されて、地理学教から金メダルを授与される。1874年に、セミオノフラの奔走によって、ポターニンは、特赦を受けて、サンクトペテルブルクへの居住を許され、モンゴル西部の探検を委任される。 1876年7月から1878年1月にかけて、ポターニンは第一次モンゴル探検を行い、1879年から1880年にかけて第二次探検を実施した。モンゴル西部のほか、トゥバ人の居住区、新疆省の一部が調査の対象とされ、モンゴルでの調査は、ポターニンの学術的関心を自然科学から、 人文科学へと揺り動かした。1884年から1886年には、内モンゴル、四川、チベット北辺の探検を行う。中国本土を調査の対象とすることに関心を示したロシア皇帝アレクサンドル三世は、ポターニンに援助を与える。1883年10月に調査隊は、クロンシュタットを立ち、ジブラルタル海峡、アデンを経て、 バタビア、ジャカルタに寄港する。登場する軍艦が故障したためポターニン一行は、小船に乗り換え、1884年に北京に到着した。フフホと、オルドス草原、青年、オルホン川などの土地で調査を行い、1886年10月に、ロシア領のキャフタに到達して、調査を終えた。調査の功績を評価されて、 ポターニンはコンスタンチン黄金勲章が同行していたアレクサンドラには銀章が授与される。3回目の中央アジア探検の成果は中国の探偶とチベット研究及び中部蒙古2巻にまとめられて出版された。1887年3月にポターニン夫妻はペテルブルクに戻って採取した資料の整理にあたり、ポターニンがロシア地理学協会東シュベリア支部の事務主任に 任命された後、やり残した調査と教会の職務を遂行するため、同年10月にイルクーツクに移動した。1890年に地理学協会東シベリア支部事務主任の地位を辞した。あと、1892年にポタリンは4度目の内陸アジア探検を試みた。同年秋にキャフタを立って北京に到着し、再び市線に向かった。 道中で同行していたアレクサンドラが病にかかり、ポターニンは探索を中断しなければならなかった。1893年9月19日、重慶付近でアレクサンドラは病没する。1894年1月23日に、キャフタでアレクサンドラを埋葬した後、ポターニンは探検隊と別れ、ペテルブルクに帰還する。1899年に、 ポターニンは大行安例の調査を行う。この調査から帰国して、以降、ポターニンがロシア領から出ることはなくなった。晩年のポターニンは白内障によって視力が衰え、友人たちの協力を受けて、口述筆記で著述活動を行っていた。1902年に、ポターニンは、シベリアの女流詩人マリーやゲオルギエブナワシーリエは、恋愛関係になり、文通を始める。 ポターリンは、ワシーリエワの詩集の出版に奔走するが、シベリア独立運動に携わる人間たちからの、心象は良くはなかった。1911年に、ポターリンとワシーリエワは、アルタイ山脈の保養父へ丸で落ち合い、結婚した。やがて二人の結婚生活は破綻し、1917年に、離婚に至る。1905年のロシア第一革命以後に、 シベリア独立運動は本格化し、ポターニンはシベリア独立の象徴的存在となる。1917年に2月革命が起きた後、ポターニンは社会革命党に参加する。しかし、政治的活動、社会主義への違和感のために6月に離党した。同年12月に反ソビエト勢力によって広かれたシベリア州大会は、ポターニンを 臨時シベリア衆議会の議長に選出した。ポターニンは、老齢と死力の低下を理由に、議長の地位を誇示したが、1918年7月にから、シベリア名誉国民の称号を送られる。ポターニンは二度の肺炎と脳一血のために入院し、1920年6月30日に、トムスク大学病院で没した。ポターニンは、 1876年から1880年にかけて2度にわたっていったモンゴル探検の調査結果を西北蒙古市四巻にまとめ上げた。ポターリンが採集したチュルク系民族、モンゴル系民族に関する民族学的資料は研究者から重要視されている。中国の単偶とチベット辺境及び中部、蒙古には、大海、官宿に居住するサラール族によって話されるさ。 ラール語の語彙が多く含まれている。また、ポターニンは、シベリアの少数民族やカザフ人の知識人とも交流を持ち、アラシオルダの成立に影響を与えた。調査の中で現地の交渉を多く採集した、ポターニンは、キリスト教の伝承との共通点が多い点に着目し、キリスト教の発祥地が、南シベリア、あるいは北、モンゴルにあるという仮説を立てた。 ヨーロッパの神話、英雄女上司が東方世界から伝播したと仮定するポター人の東方起源説は、当のヨーロッパでの評価は低く、主張の裏付けを得るために1897年にパリで文献の調査を行った。ポター人が晩年に表した辞典は、当時の人物と時代の背景を精密に述べた名作と評価されているが、単行本としては刊行されていない。 ソビエト連邦時代、ポターニンの研究者としての面のみが強調され、政治運動家としての一面は隠されていた。地質学者のウラジミール・オーブルチェフは、内陸アジア探検で特に功績がある三人の偉人に、ポターニン、ニコライ・プルジェワリスキー、ミハイル・ペフツオフを挙げ、ポターニンを資料の収集において特に高く評価した。オルチェフは、ポター人の人となりについて、彼が、 現実の世界に疎いロマンチストで思いやりのある人間だと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。